世のため人のために働くことによって背負う罪汚れがたくさんある。要するに働くということはね、命を奪うということと一緒なんです。この命というのはね、多くの場合はね、自然界の命なんですね。だからお米をね、生産して刈り取るということは命いただくと。そういうことに対してもね、私たち祖先は命をいただいたという感覚を持ったんです。私たちはね、仕事をしたと感覚でするとね、傲慢になっちゃう。だから私たち祖先は命をいただいたという感覚で、だからその命に対して感謝のね、心を表して、そしてこのお許しをいただくと、そういうことを常に考えながら仕事をしましたから、昔はね、まず田植えをする前にお祭りをし、稲刈りをした後にまたお祭りをし、そういう作業をこう繰り返していって、そのことがね、日本のね、季節ごとの祭りとしてこう伝えられてきたんじゃないかと思います。私たちは神様からすでに多くのものをいただいている。その多くが御事、米や野菜、肉や魚など、それらの命をいただき、私たちの命が保たれている。古来の仕事は米を作ることだった。つまり命の源が米であるのであれば、米すなわち仕事を行うすべてのものが神に感謝する、その日が新嘗祭。2月17日に五穀豊穣を祈願する記念祭を称祭、11月23日に五穀豊穣を感謝する新嘗祭を大祭と位置づけ、宮中で最高責任者として天皇陛下自ら祭事を執り行っている。まさに天皇と国民が共に感謝することで結ばれる特別な日なのだ。祈願よりも感謝を優先してきた日本人、今では経済優先のあまりこんな大事なことを忘れてしまう世の中になっている。まずは私たち大人がお手本となり、自らがその背中で未来を作る子供たちにこの素晴らしい習わしを残してあげることが、誇りある日本を築く礎になるのではないのだろうか。